それは訪れた出来事、始まりはいつも手紙、送り主は遥か昔を生きる君、そんな不可思議な出会い、僕の死体には今こんなものがあって、こんな暮らしをしているよ、文字に込めて伝え合ううちに、いつしか芽生えたロマンス、決して出会うこともできない、僕らそれぞれの世界から綴ることを、積もる想い、姿さえも知らないまま、時と変わる季節、あれから途端